呪術廻戦ファントムパレード。お前を呪いとして払う。いや、なんともねえって。それより俺も伏黒もボロボロじゃん。早く病院行こうぜ。今喋ってんのが呪物か虎杖かもこっちはわかんねえんだよ。くそ、どうしたらいい。今どういう状況？な、五条先生どうしてここに？来る気なかったんだけどさ、さすがに特級呪物が行方不明となると上がうるさくてね。観光がてら長谷参じたってわけで、見つかった？ごめん、それ俺食べちゃった。マジ？マジ？本当だ、マジってるよ。ウケる。体に異常は？お、別に。スクナと変われるかい？スクナ？君が食った呪いだよ。ああ、うん。多分できるけど。じゃあ、10秒だ。10秒経ったら戻っておいで。でも。大丈夫。僕、最強だから。めぐみ、これ持ってて。これは仙台名物のお菓子。この人、土産買ってから来やがった。人が死にかけてる時に。土産じゃない、僕が帰りの新幹線で食べるんだ。入れ替わった。僕のおすすめはね、ずんだ生クリーム味。それでね、先生、後ろ！生徒の前なんでね、カッコつけさせてもらうよ。くだらんな。ち、めんどくさいわね。行くぞ。行くわよ。どけ。ほら、いいぞ、おもし。ほれ、どうだ。行くか。行くぞ。相手してやる。人を助ける。我慢。避けんなよ。いいぞ、面白い。行くか。行くぞ。行くわよ。どけ。数霊呪法かんざし。ほれ、どうした。よし、行くぞ。相手してやる。ふっ、どんだけ。面白い。行くぞ、極拳。へ、ほら、頑張れ頑張れ。よし、行くぞ。相手してやる。いいぞ、やるぞ。面白い。やいつけ。ほら、ほれ、どうした。いい加減。いける。飽きた。やるか。行くわよ。拳に乗せろ、軽帝剣。よし、このまま行くぞ。どけ。避けんなよ。今がチャンスだ。いつでも行けるぞ。準備万端、こっからよ。へっ。オロチ、行け。ゆえともなり。釘崎、止める。面白い。どうした？終わりか？
わった終わった。まったく、いつの時代でも厄介なものだな、呪術師は。だからどうという話でもないが、789、そろそろ10秒だけど。くっ、まただ。乗っ取れない。この虎杖とかいうことは一体何者だ。お、大丈夫だった？驚いた。本当に制御できてるよ。でもちょっとうるせんだよな、あいつの声がする。それで済んでるのが奇跡だよ。じゃ、また後でね。お、気絶させてどうするんですか？これで目覚めた時、スクナに体を奪われていなかったら、彼には器の可能性がある。さて、ここでクエスチョン。彼をどうするべきかな？仮に器だとしても、呪術規定にのっとれば虎杖は処刑対象です。でも死なせたくありません。市場？市場です。なんとかしてください。かわいい生徒の頼みだ。任せなさい。てなわけで、改めて、君、死刑ね。回想と展開があってねんだけど。いやいや、頑張ったんだよ。死刑は死刑でも執行猶予がついた。執行猶予、今すぐじゃねえってことか。そう、一から説明するね。これは君が食べた呪物と同じものだ。全部で20本、うちではそのうち6本を保有してる。20本？ああ、手足で。いや、スクナは腕が4本あるんだ。そしてよく見ててね。見ての通り、これは壊せない。それだけ強力な呪いなんだ。日に日に呪いは強まってるし、現存の呪術師じゃ封印が追いついてない。そこで君だ。君が死ねば、中の呪いも死ぬ。うちの老人どもは臆病でね、今すぐ君を殺せと騒ぎ立ててる。でも、そんなのもったいないでしょ？スクナに耐えうる器なんて、今後生まれてくる保証はない。だからこう提言した。どうせ殺すなら、全てのスクナを取り込ませてから殺せばいい。上は了承したよ。君には今、2つの選択肢がある。今すぐ死ぬか、全てのスクナを見つけ出し、取り込んでから死ぬか。